こんにちは、ネモです。アナザーエデンやっていきます。今回は、シュゼットのクエスト、行きましょう。なんか、巷では、ワゼット言われてるみたいですね。で、僕も最近知ったので、今後は、振袖シュゼットではなくて、ワゼットと呼んでいこうかなと思います。で、エルジオンのガンマ区画ですね。グレンの超天空に舞うと。で、性能紹介と、あとは実際に使ってみた動画をやりたかったんですけど、気づいたら、お!なんと、これクリアしないとダメなのか、ということに気づきました。ですので、キャラクエをやっていこうかなと思います。で、さすがにパーティーに入れたいと。みずみずだとちょっと怪しいのかな?どうなんでしょうね。これで、まあ間違いないでしょう、パーティー的には。順番的にはこうか。さあ、行きましょう!近頃シュゼットは東方の文化にハマっているようだ。新たに携えた、こさえたかな。衣装を得意気に見せびらかすシュゼットだが、漢字読めない問題だ。やばい、これは反則的に可愛いな。もうこれだけで尺持ちそうだな。闇の力で。知識不足やないかーいって感じですね。週刊オカルト。エターナルカオス。ボロが出まくりだな。うん、ちょっと確かにこの衣装は反則的ですね。あ、なんだろう。さあ、行きましょう。流れが全くわかりませんが。映画かな?ドラマかな?みたいな。でも装備とか一切つけてないんだよね。装備つけないとちゃんと。これで十分かな?スキル。どうしましょうかね。ダブルスラストにしとくか。で、まあいいでしょう。で、ジャンプさ。めちゃめちゃ怪しいやついるんだけど。監督がお姉だ、しかも。誰すかあんた。同じもの読んでるな。いや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 、そんな展開ありえないでしょ。
早え。二つ返事がやばい。さあ、行きましょう。エアポート行くって言ってたよね、今。ちょっと早く戦闘してみたい感もありますが。ふむふむ。テフ姫。台本どこ何も読んでない。グダグダだ。ちょ、なんか光ってるよ。かっこいい。なんだか不吉なセリフばっかりだったけど。よくもあんなスラスラ祈祷の呪文が出てきたな。お、戦闘シーン。では移動しましょう。一回くらい戦闘になってもおかしくないけどな。起きた。戦う前に敵がいなくなってしまう。強そう。本物の敵じゃない？ああ、なるほどね。ダイレクション。ちょっとよくわからないけど、とりあえずやってみましょうか。シュゼット、多分この感じなら
1対1大丈夫でしょ。おお、強いし綺麗だ。え、これで妖魔炎力の蓄積分だけ、蓄積してないから何にも追加攻撃が出ない。そして可愛い手振ってる。まあ、この辺はまたキャラクター性の紹介とかね、そういうところでやっていけばいいかなと思います。これはかっこよすぎる。なんという映画だ。なんか結構コミカルな感じですね。今どこに行けって言われたかな。シータック角ね。よし、これでようやく終わりだね。最近話題の実力派女優ですわ。話変わっちゃいました。はい、ということで完了しました。ほんとコミカルな感じで終わりましたね。よし、でこれで自身腕力 35% アップが3ターンすごいな。3ターンとアビリティボードの一番下ですね、これが数ですね。これで蓄積できるのか。でもスキルボードが2つ埋まるのと、結構消費のマジックポイントが大きいっちゃ大きいですね。
あとはもう単体ボス専業かな。まあ全体攻撃もできますけど一応。うん、っていう感じですね。これ何回蓄積できるんだろう？いくらでもできるのかな？っていうのもちょっと見てみたいところかなと思います。うん、これは楽しみですね。またそのうちシュゼットはね、焦点を当てた動画を撮っていこうかなと思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価をお待ちしております。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。